さんこんばんにゃー、こんばんにゃー。ハイドチャンネル今夜も生配信でお送りするにゃ。はい、ハイさん、オープニングちょっと変わったにゃか、うん、わかった、わかっちゃったにゃ。まあいい感じになってきた ね。これハイさんが考えたかにゃ。いや、あの雰囲気だけこんな雰囲気がいいね。すごい、どんどんリニューアルするにゃね。雰囲気大事だよ。大事？分かってんの？分かってるにゃよ。な、食べる？ナゲット。え、なになに？ナゲット食べる？なんで？なんでなん？はい、今？いやいや、おいしいにゃ。追いついていくか、追いついていくか。ハイさん今晩ご飯かにゃ。もうね、うん、もう2つぐらいチキン食った、すでにもうお腹いっぱい、胸いっぱい本当は。じゃあそれ持ってこないでにゃ。本当だ、仕事しろよ、ちゃんと置いて置いて、行くにゃよ、始まったにゃよ。汚いもん、起きたら絶対置けないじゃん。ハイさん、ハイさん、なんや。まずはね、明日新曲のノスタルジック配信スタート、うん、おめでとうございにゃす。すごいね、すごいね。いやもう我ながらすごい、このリリースのね、うん、パワー、パワー。未来のラルクの曲も俺やってるしさ、うん、もう数か2ヶ月ぐらい前には本当鼻歌しか歌ってなかったからね、俺なんかどんな曲作ればいいんだろうみたいな。え、そんやか、すごくない？俺頑張ってるな。すごいにゃ、何人いるんやろうな、ハイさんって。本当だよな、にゃよく分かってんじゃん。ね、ね、ノスタルジックの配信がなんと今日の24時日付変わって0時となっているんですよ。そうだ、もうすぐじゃん。え、そうにゃんすよ。いや嬉しい、すごいすごい。みんなどうにゃすか、何時に、ね、ダウンロードするのかにゃ。いや12時っしょ、0時ちょっきりに、0時しましょう。みんなやっぱさ、うん、そのね、やっぱそのツアーに間に合わせる、そうね、ね、やっぱ重要じゃない、そういうの。いや、そうにゃんすよ、ハイさん。はい、今夜はね、その新曲の誕生日直前の生配信っていうね、せっかくの機会にゃから、ノスタルジックの話も聞きたいねんけども、うん、今ね、うん、配信してていいねんか？あ？今配信してて大丈夫ねんか？何がよ？だって明日、あの日じゃないねんか。あの日？そうやね。僕男の子ですけど大丈夫ですか？ねえ、配信。違う。あ、違う。違うでしょ。はいはい。ナゲット食べててくださいもう。あの日ですね。そうですね。そうです。明日はなんとツアーの 20th オーケストラツアーハイドレントゲン2021の初日にゃー。イエー、すごい。もうすごい慌ただしかったです、ここのところ。そうなんですか。もうリハーサルから、もあと新曲があるのよ。うん、詳しく。ノスタルジックはもちろんあれだけど、ノスタルジックはもうね、うん、プロモーション日でも撮ったし、まあまあ覚えてる、大体。にゃにゃ、もう残り3曲はまだね、全然覚えてない。どうします。ハイさん、残り3曲やもんね。4曲の新曲やもんな。無理かも。無理、頑張ってにゃ。え、どうしたにゃか。明日の今頃もう始まっちゃう。やべえ、24時間あと2分で始まっちゃう。いや、ハイさん、ハイさん、今ね、新曲の話もしてたけども、どうなるのか、このツアーの前日のテンション。いや、もうこんなことしてる場合じゃないよ、本当。ありがとうにゃ、本当に。ありがとうにゃ。なんか歌ってね、練習したいね。前日はいつもこう歌い込むみたいな練習法にゃ。いや、そんな歌い込まないけど、うん、あの なんだかんだでちょっと調整が遅れたから、今日はこれ終わったら歌うよ、うん、そうなのか。歌うぜ。早く寝る。ん？早く寝る？早く寝るぜ。なんかちょっとこうトントンって進ませようとしてねんか？してないぜ。ほらポンポン行こうとして。いやいや、もう行こうよ、3時間ぐらい行こうよ今日は。うん、お、ね、よかったね。エディちゃん、帰らせないよ今日は。本当にゃか？楽しみにしてるにゃよ。うん、いや、前日ということにゃすけども、今日はその新曲のノスタルジックの話と、明日からのツアーの話と、あと別の話もちょこっとね聞いていきたいと思うんやねんけども、うん、明日に向けてハイさんがやっぱ負担がかかりすぎないように、今日はエディが頑張るんで。優しいね。何でも言ってくださいませ。そんな優しいとは思わなかったね。うん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 。え、なんか整形した？え、にゃんのことかにゃ。整形した？なんか変わったね。
にゃか。気のせいか。うん、そうかにゃ。なんかコメントも荒れてるにゃね。なんかね、いっぱいある。そうそうそう、リニューアルっていうか整形しました、この子。ね、整形したのね。もうちょっといい言い方なんやか。すっげえじゃん、もう早くこの子と出会いたかった。どうにゃかどうにゃか。いやもうすごいじゃん、君はもうこれちゃんこれ本当にね、ひっくり返したら俺なの。なんかこう、ね、メイクがしっかりねされた感じやね。メイクがこうキュッと、もうやばい、目動くし口動くし、やっぱ女はメイクで変わるねんよ。本当それ怖いよね。ほらちゃんとハイさんのことも見れるし。女の子ってさ、ずるくない？なんか何がやね、メイクして普通じゃん。いやいや、あれってさ、パスポートの写真とかそれでいいの？え、もちろんだってメイクしての自分やね。メイクした上で OK なの？うん、え、OK ってことだよね。そうやで、さ免許証もそうやで。え、すっごい、うん、あの世紀末みたいなメイクして絶対怒られるんじゃん。いやそれ絶対怒られるんじゃん。え、そりゃそうな。でもその線引きがないじゃん。いやそれちょっと熱いねとか。いや確かに、どのレベルならからダメなんだろうね。どのレベルからダメ。エディはいけるかね。エディちゃんぐらいならいけるのかな。これぐらいぐらいのアイラインはあるよね。これ OK、 OK ラインな。でもほんとギャルとかさ結構すごいじゃん、うん、確かに。世紀末じゃなくてもねえ、あれはずるいよね。あれが普通だって言うんだからおかしいな話だよ。何の話してんの。なんか変な話だよ。そうそう、免許証とかはカラコンとかダメやねんよ。あ、そうなの。そうやで。でもカラ、あ、コンタクトはいいんでしょ。コンタクト OK だけどカラコンはダメ。あ、そうなんだ。ダメ、外されられる。え、でも茶色とかだと分かんないんじゃない。うん、ダメやねん、それが。ダメやねん、ダメやねん。なんでエディはダメかもしれないねん。そんなん言わんでええやん。いつもこれしてんねん。あ、そう、それこそさ、いつもしてるならさ、いや、それが普通の、普段の私じゃない。誰目線やねん。そんなちょっとリニューアルしたエディちゃんとハイさんで今日もお送りしていこうと思います。乾杯。それでは一旦 CM どうぞ。関西生まれ関西育ち、当然お笑い芸人大好き、身も心も関西猫エディが進行させていただいてるね。評判悪いよその顔。怖いってみんな。まあ関係ないけどね。みんななんて言ってるねんか。なんか前の方が良かったとか、ね、せっかく整形したのにね。整形はないね、メイクで変わらない。いくらかかってると思ってんの。お金。まあ最初変わった時はそんなもんやね。そんなもんですよ、うん、こんなんで。もう君が大好きだから。君じゃないと嫌だ。よし、うん、いただけました、やったぜ。じゃあ続いていくで、はい。まあ関西生まれ関西育ちのエディなので、うん、まあお笑いとかね、うん、お話も聞いていこうと思うねんけども、うん、ハイさんお笑いとかって興味あるねんか。え、どういうこと。お笑いライブとか。あ、関西人だからお笑い好きやねんみたいなのはないねんか。昔あの吉本新喜劇に行ったことあるけど。新喜劇って大阪だと、うん、土曜日の昼間やってたりして、うんうんうん、結構なんていうの、日常的によく見るのね。にょにょ。でそれをなんかちっちゃい時見に行ったの、小学校の時。あ、本当に幼い時に行ったねんな。行った行った、覚えてんねんか。なんかその新喜劇っていう喜劇、あのなんていうの、セットの、うん、あの演技をするんだけど、うんうん、そこに至るまでなんか手品したりとか、なんかいろんな余興があって、うん、その新喜劇っていう流れだったね。うん、笑った。どうかな、当時はやっぱ寛平ちゃんとかね、あの辺がもう大スターだったね。うん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 、好きだったよ。楽しかったにゃか。まあまあそうだね。なんかその手品師がさ、なんかネタがバレバレで、なんかバレバレって言いながら、それが楽しかったね。そんな思い出ねんな。ねんな。うん、はい。じゃあちなみにこう何、コントとか漫才をやるんだったらボケツッコミどっちがいいねんか。ボケじゃない。うん、ボケだろうにゃ。ボケよく言われる。うん、だろうにゃ。何よ。
何が言いたいのさっきからえ、だろうにゃー思ったやんで。うん、なんかやったことあるね、過去。ドモ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 、え、ドモ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 みたいな。俺、うん、なんかないわけじゃないと思うな。なんか、なんか、なんか冗談でやったことあるような気がするな。ちょ、なんか学校祭とか学園祭とか。いや、結構大きくなってから。え、何でやったんだろう。いや、本当になんか飲みの席みたいなレベルで、いや、こういうなんかプロモーションみたいなとこでやったような気が、やっててもおかしくないかなって感じ。もう全然覚えてないけど。見たいって来てるねんよ。どうもちょ、いなくなるのずるいねんよありがとうにゃ、ライブ前日にありがとうにゃ。本当だよ、もう疲れさせないでよ。ね、なんかテレビでね、ずっと見てるお笑い番組とかあるねんか。お笑い番組、うん、ないねんか。なんかあるかな。うん、エディちゃんなんかあんの？お笑い番組？有吉の壁はいつも見てるね。ああ、あの僕あのマツコさんとやるやつ好きだった。あ、有吉さんとマツコさんのやつねんか。そう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 。怒り浸透。好きやねんか。大好きだった。結婚しちゃったもんね。そうね。うん、いや面白かったあれ。え、意外と知ってるねんな。うん、マツコさんのは結構よく見る。あ、そうやねんな、うん、好きやねんな。好き好き。へえ。でもお笑いなんもあの人結構真面目なもの多いねんな。ね、うん、あと年末は絶対あれ見る、笑ってはいけない。あー、わかる。大好き。え、あれで年越し、あのね、年越しの瞬間だけはチャンネル変えちゃう。え、なんか行く年来る年やっぱりわかる。あれやっぱ見ないとなんか年越した感ないじゃない。めちゃくちゃわかるねん、それめちゃくちゃわかるねん。お寺とかゴーンって言ってて、うんうんうん、今何々寺はえ、でもコメントもわかるの嵐やねん。あ、そうそう、あれやっぱこうね、なる瞬間は変えるってこと。そこだけちょっとほん、まあ悪いけどあのね、あっちの番組もええとこなんですけど、そこだけはちょっと譲れない。なんかハイさんがテレビ見てるってあんま想像できないから、ちょっと身近に感じたね。うん、あの日本ってやっぱ僕ね、あのまあああいうさ、ニューヨークのカウントダウンとかも興味あるけど、やっぱその独特なあの空気感あるじゃん、新年をみたいな、あの感覚たまらないね、お正月。確かにこうわーって騒ぐっていうよりは、こう時を噛みしめるやないけども、そうそうそう、お正月のあの雰囲気とか僕大好き。冬好きのハイさんにはやっぱお正月も好きねんな。そりゃそうですよ。正月いいね。ちょっとお正月気分になってきたんやけども、なんかなってきたの話戻すで、まだまだやで、6月やで、うん、続いては配信スタート、秒読みになっております。ノスタルジックについてお話聞いていこうと思うねんけども。ええよ、ノスタルジックね、ラジオで流れたの聞いたで。聞いた、俺も聞いた。めちゃくちゃ素敵。いや、かっこいい。いい曲やな、いい曲やな、思ってねほんまいい曲やったんやけども、いい曲や、思ってほんまに。このノスタルジックってどういうイメージで作った曲やねんか。あの多分そのレントゲン2って僕は次作るからって言って、そのシングルだから、うん、絶対そのアコースティックの静かなのが来るとみんな想像してたと思うね。まあ俺も最初そうだったけど、いや待てよと、逆にそのレントゲンでいう一番壮大な、例えば K-POP STORMS とかの雰囲気で一発目いくのはがかっこいいんじゃないかなと思って、ちょっと意表をつくというかね。でそれを目指してちょっと壮大な曲を。いや、壮大さがすごい伝わったにゃよ。壮大にゃりよ。そうだね、なんかアンチの時の声とまたちょっと違うというか。ああ、よくわかってるね、よく聞いてるね。やっぱハイさんの逆やから、アイディーはわかるで。そうそう、なんかちょっとまあ曲に合わせてね、なんかそのちょっと異国の雰囲気をの曲だなと思って、ちょっと
ラテンだったりそういう雰囲気がちょっとあるから、なんかちょっとそういう海に立って歌ってるようなイメージ、こう叫んでる悲しみを叫んでるような曲がいいなと思ってね。そうだったんだね、はい。このノスタルジック作ったのはさっき言ってたやけども、2ヶ月前とかそんなくらい前なのか、どれくらいからレコーディングしたのが鼻の手術した後かな。あ、鼻手術した一発目か、だから5月の頭だね、前半。すっごい最近やね。10日ぐらいかな、確かそれぐらい。1ヶ月ちょっとぐらいでもう配信やね。え、多分そうや思うで。これ作り始めたのもそのちょっと前だね、そのまあ1月ぐらい前か。最初鼻歌からこう始まるんやか。いや、そうだね、今回は、あ、ちょ、あれ鼻歌もあったけど、なんかね、今回ひょっとしたらピアノで初めて作ったかも。ピアノ、ピアノでなんかガンガンって弾いてって、あ、この雰囲気いいなっつって、まあ、適当なんだけど、ピアノはガーンっつってメロディーつけて、それをひこにゃんと一緒にやってた。そうにゃんか。やっぱ曲作りのスタートもそれぞれ違うねんな。そうやな、ピアノから入ったりギターから入ったり。うん、ピアノ初めてかもね。じゃあ作ろうと思って向き合うっていうわけじゃなく、日常でこういろいろ弾いたりしてるねんか。いや、あの今回もう曲作らないとやばいっていう状況があったから。あ、そうにゃな、作ったね。いや、ピアノから始まった。ピアノからすごいね。へー。で、まずサビ作って。サビから始まったんやね。そう、サビができて、でそれに合わせたその次の展開、 A メロとか B メロ言うんやけど、にゃそこをつけてって、うん、最終的に最初にあったメロディーはもう一回やり直した。要は鼻歌で作ってたメロディーでピアノ弾いたけど、最終的にもう一回メロをなしにしてもう一回メロディーをつけ直す。結構僕よくやる。深い。それやるともっといい曲になる。ちょっとめんどくさいんだけど、まあハイド流だね、やり方ね。めんどくさい。ハイド流な。時間かかるんだけど。ちょっとわからないんや、すごいんやね。ね。それで歌詞はどの段階で入ってくるんやか。歌詞はもう全部できてからね。曲ができて。最後？一番最後ね。でもなんかこうちょっといい曲できたなっていう時ってやっぱニヤニヤしてるねんか。は？なんかこう作りながらニヤニヤしたり。ニヤニヤ。なんかえわ、やっしゃいいのできたぞってなるんか。あ、ね、いい曲できた時はデモテープをめちゃくちゃ聞く。あの、もうできてもう嬉しくてしょうがなくて何回も聞く。自分でやったーっていう気持ちでデモテープ何回も聞く。何回も。で、あんまりいい曲じゃないとあんま聞かないなんかそれがなんかバロメーターになってるね。あ、デモテープ何回聞いたかで自分のこう、ま、満足度じゃないねんけど、ね、気に入ってると。なんか聞きたくなっちゃうのよ、なんかもう好きすぎてその曲が。何回も聞いたね、この曲は。ノスタルジックは何回も聞いた。すごいいい曲だなと思って。そうにゃね、そうにゃね、うん。今日ちょっとね、ノスタルジックのね最新の情報とかも今日お届けしていくんやけども、ノスタルジックというタイトルの意味とかって教えてにゃ。これね、あの、うん、普通だと郷愁って訳されるんだけど、にゃ、まあまあそういう意味もありながら、うん、なんかセンチメンタルな気持ちになる。その例えば家を出た時 に家を出て、まあ上京するってタイミングで、にゃ、その街が可愛く見えるじゃん。可愛く、あー、そこで遊んだなとかさ、あ、それ見ながら旅立っていくじゃない。にゃ、その時の気持ち、ノスタルジックずっと昔の話と思うかもしれないけど、うん、なんかそういうセンチメンタルな気持ちのとしてタイトルつけた、うん。ノスタルジック調べたにゃもん、すぐググってどんな意味か、うん、したらなんか懐かしいとかそういう感じで出てきたんやけども、うん、まあまあまあ、その前後でね。そっか、過去の自分とかをこうなんだろう、景色にこう馴染ませるじゃないですけど、見てみるとかそういう意味もあるねんな。うん、そうやな。にゃー、センチメンタルな感じ。センチメンタル、センチメンタルジャーニー。わーおー、キレッキレやにゃそしてね、明日からのツアーでもちろんセットリストとかももうできてるの思うんやけど、うん、もちろんだよ、明日だもんだって。いやー、ノスタルジック聴けるにゃね。そう、新曲だから、あ、それ以外もあと3曲あるから、それまた
それまたすごい。いやそれすっごい楽しみね。あとだってあと3曲だ。本当に全く表に出てないにゃもね。全くだから明日初めて宇宙最速ですよ。宇宙最速、最速、すごいにゃね。中野行く方いらっしゃったら最速で聴けるらしいです。1曲減ったとか言ってるやつ嫌がるな。そんな無理だよ。5曲4曲でもすごいじゃん。すごい、褒めよ。あの地点から4曲だよ。4曲すごいんだよ。すごい、褒めて。俺褒められないともう明日やんない。ほらみんなコメントで褒められないともうやらない。コメントでなんとか、はいにゃをなんとか奮い立たせてくれにゃ。ダメだ、もうダメだ。あ、えらいえらい、いい子いい子、すごい、やる気なくなっちゃった。はいとさん最高、もうコメント早すぎて読めないにゃ。すごい、はいとさんすごい、聞きたい、最高、すごい、かっこいい、ハイさんすごい、天才、ハイさん世界一、よっしゃ、みんなの力でハイさんを勝たせたぞ。やったー、みんなありがとうにゃ。よし、どうぞ明日。よかった、これで明日無事ライブが開催できそうです。新曲4曲、みんなありがとうにゃ。すごいじゃん。俺頑張ったなと思うよ。いや楽しみにゃよ、本当に楽しみにゃけど、本当ハイさんも来る皆さんも健康で無事完走していただけることをいつも願っておりやすにゃ。ありがとうございます。ではここでツアーの日程改めて見ていきましょう。こちらです、トゥエンティースオーケストラツアーハイドネントゲン2021、明日6月25日26日東京中野サンプラザホールからブワーッと行って、9月26日広島上野学園ホールまでとなっております。さらにこの途中に7月31日8月1日で京都平安神宮でのステージもあるんやね。はい、うん、みんなどのステージに参戦予定かぜひコメントで教えてくだにゃい、くだにゃい。札幌行きます、横浜行きます、あ仙台行きます。追加チケット、あうん、ちょっと出るんじゃない明日、多分3席ぐらい。ん？いやもうちょっと出るから。どういうこと？いつもどれぐらい出てんだよ。どうにゃろか、20席ぐらい出んのかな、どうにゃろか。でもコメント本当に行きよ、中野行くの久しぶり。え、そうにゃんか、めっちゃ楽しみ。え、どれぐらいぶりねんか。昔友達がいたからめちゃめちゃ行ってた中野。プライベートで、プライベートで。うっ、そうにゃろか、あのアーケード抜けて、うん、なんだっけ、マンダラケとかあるところ。そうやね、そうやね。あそこいつも通ってたよ、しょっちゅう。それは自分が音楽を聴きに行くために行ってたってことにゃね。違う違う、友達がいたから。あ、普通に、あ中野の駅で降りて遊びに歩いて。そう、いやー、中野ブロードウェイ。マンダラケも行ってた、マンダラケ行ったよ、よく行ったことある気がするんやね。行ったことあるの、エディ。ある気がするにゃよ。結構オタクだね。そうにゃ、なんかいろんなさ、あるよにゃ。あるよにゃ。あるある、そう、なんかフィギュアとか。そう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 。ああ、そうそうそう。すごい空気感って。ね、独特な。うん、面白いにゃと思いました。僕好きなんですけどね。もう全部行ってないな。ええー。じゃあライブ自体は一回もしたことはない？中野サンプラザ？うん。あるんじゃない？案外。どうにゃん。いやいや、本当記憶がないレベル。うーん、ないかもな。みんなの方が詳しいかもね。そうにゃな。うーん、じゃあ明日久しぶりだし、ちょっと来る方々、見ている方々はちょっと中野満喫して、ハイさんのライブに。そう、よくね、僕あの辺のなんか飲み屋さんよく行ってたよ、中野の。おすすめあるにゃか、何が美味しいとかあるにゃか。でも忘れたけど、うん、それこそさ、隣高円寺じゃない？にゃ、高円寺のカフェで、にゃ、あれだよ、フォースアビニューカフェっていうラルクの曲の舞台になった。あ、そうにゃか。そうそうそう、フォースア4丁目カフェっていうのが高円寺にあって、にゃ、そこが舞台なのよ。あの曲の必殺はってやつ、穏やかに。海外じゃないにゃんか。残念ながら4丁目カフェです。高円寺だったにゃか。高円寺なんすよ。あ、リサーチ不足だったにゃ。うん、え、
この間行ったっていう人もいるの。あ、そうそうそう、隣ね。今もじゃああるってことか。あるんじゃないね、行ったっていうぐらい。下が花屋かなんかだったね。そのカフェでちょっと聞きたいんやね。すごい贅沢やん。それはオツだね。いいな。実際でもね、あ、僕ねその頃カフェで歌詞書いたりしてたの。実際書いてたのは別のとこだけど実際書いてたのは未熟また全然違うとこに行ったにゃ。未熟でその時のカフェのことを思い出して書いて未熟で高円寺を考えてたんだよね。すごい裏話聞けたにゃ。あ、はいさん、そしてな、今回ツアーグッズいくつかご紹介してくれるということやねんけども、はいはい、まさにこれがもう今僕が着てるやつね。そうそうそう、コメントでも着てたねん。めっちゃこう薄い、薄くて、うん、夏場爽やかに、確かにサラッと着れる。サラサラしてるねんか。そう、今日なんかレントゲンっぽく白い選んでみました。うん、とっても可愛いね。後ろとかもなんかあるねんか、模様。あ、結構ね、もう白に白だから薄。あ、うん、でもね、上品な感じ。カメラがちょっと映りづらいやんねんけども、実際見ると全然わかるね。すごい可愛い。そうそうそう、ちょうどいいのこれ。これぐらいがいい。サラサラやから。グッズ、グッズマン。いや。このね。バッグが俺かなり可愛くない？これめちゃくちゃ可愛いね。スケルトンのやつやね。これなんかレントゲンっていうブランドみたいな、なんか超可愛い。これ白と黒あるねんな。そうそうそう、黒も可愛いよ。え、中にいっぱい入ってる。帽子、防水、可愛い。このパンフレットがほんとやばいんだから。え、このパンフレットすごいねんな。タオル、タオル、これがマフラータオル。わお、これ必須やねんな。うんうんうん、いいね。すごい、どんどんハイさんがなんかどんどんオタクみたいな感じでどんどんいろんなものを見つけて。これなんかバッグ、おしゃれ。うんうんうん、これあの中尾明さんがしてる。中尾さんが出てきたねんか。ネジネジ、これネジネジの元なんやねんか。これは、うん、あのなんだっけ、膝掛けるやつ。あ、違うか、なんつんだっけ。ストール、ストールだ。これめっちゃ可愛い。ほら、あ、ほんとだ、鬼可愛い。透け感、あ、可愛い、超可愛い。いいねんな、いいねんな。ネジネジだったからびっくりしたね。ネジネジ、そうそう、中は嫌い保育できる。他には、何、なんだろうそれ。これね、ブレスレット、骨骨ブレスレットね。可愛い。これ夏っぽくてね、涼しげな。どんどん盛りだくさんになってきたにゃ。どんどん、これ白 T シャツ、 T シャツ。これはもうロゴ T で、ね、もう記念に、ね、ロゴ T もね。これ俺着てるやつの色違い。あ、かわいい、かわいいね。早い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 、かわいいね。駆け抜け感半端ないにゃ。これが T シャツもいっぱいいろんな種類あるねんな。ドクロ T シャツ、わあ、あ、ほんまや。僕の頭蓋骨を、うん、このなんか使ってデザインしてる。え、本当にあのレントゲン、ハイさんのレントゲン写真。そうそうそう、すごい。あ、買ったよ買ったよってコメントも届いてるにゃよ。これなんかライト、なんか文字が出るの、絵が出るライト。これ部屋で やったらお化けがどっか行く誰も買うか。これが俺が説明入ってるね、キーホルダー。あ、ちっちゃいハイドがいるよ。声が変わったよ。ちっちゃいハイドがいるよみんな買うよ。これ夜、夜になると動くようになってそれもそれで嬉しいねんな。なんかちょっとミュージックビデオみたいな感じの作りやな。そうそう、あのこれあのなんだっけ、エバーグリーンのミュージックビデオの中のハイドさん、イメージしてるねんな。そう、へえ。これがね、もう梅雨ですから今はね、こう折りたたみ傘、あ、アンド日傘。これやばいっすよ。嬉しいにゃそれ。バイバーン。見て見て、内側めちゃくちゃ可愛いねんな。外側も可愛いんだけど、外側はすごいゴティックね。内側は僕が描いたイラストになってる。めちゃ可愛いじゃん。ね、え、いつでもレントゲンの世界に行けるっていうね。え、素敵やな。これからね、梅雨とかの雨も続くやねんし、晴れの日も使えるねんよ。そうやで。実用。UV プロテクトや。素晴らしい。おしゃれですね。どれが欲しい？どれ欲しい？どれ？え、
でもこのパンフレットもすごい気になるにゃ。そう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 、後で言おう思ってたんや。もう埋もれちゃったにゃ。これ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 もうほんま大変だったんですよ。これこのパンフレット、もう泣きそうだったもん。え、聞かせてにゃ。なんか、うん、撮影が決まってて、何日に撮るってにゃにゃ決まってたんだけど、なんかでだなんかこういうの撮影しますって言われたけど、なんかちょっとつまんねえなと思って、うん、なんかコンサートのパンフレットってなんか写真集みたいになってんじゃない、うん、俺があれがどうも好きくなくて、なんかアイドルっぽいなみたいな、なんでコンサートで写真集なのみたいな、どっか思ってて、まあ今後、まあ、ラルクもあるし、まあ、きっとそういうのはなんぼでもできていくだろうから、せめてこの最初のレントゲンくらいはちょっとなんかコンセプチュアルな何かにした方がいいなと思ってた。で思い浮かんだのが、そのレントゲンの世界をあの絵本にして、絵本にして作ったらどうかなと思って、もうほんと直前だったけど、撮影の1週間ぐらい前にグワーってアイデアバーって書いて、文字もバーッ、物語もバーッて考えて、でこの通り撮影してくださいっつって、じゃあもうすごい、もうギリギリになって、あ、ちょっと見せてくれてるね。そう、絵と写真がコラボしてるねんな。ていうかね、写真がね絵っぽくなってるのよね。へー、どんだけ何ポーズも撮ったかこれ。すごい、ハイザ、これ全部見えちゃうにゃよ、見えちゃうにゃよ、全部見えちゃうにゃよ。いやいやいや、サービスしすぎない。どんだけ見せてもこれはもう大丈夫です。いやでもこれはもうで、ちゃんとねレントゲンとタルヤっていうページもあって、にゃもうインタビュー、あと当時に関わってくれたスタッフの貴重な意見とか、もう20年間連絡取ってなかった人に連絡取って、プロデューサーとか連絡取って、あの当時どうでしたかみたいな。すごい、じゃあもう20、この20年が詰まってる感じにゃね。20年が詰まっております。うわお、ぜひ詳しい内容はお手に取って皆さんご覧くださいね。なんか透けてたあ、はい、さあそろそろ前半が終了となりにゃす。はい、はいはい、続きが見たい方はぜひリンクからご覧ください。